イドゥドゥベンヤスタカです。今日なんですけれども、ルヴァンカップの柏レイソル戦の振り返りをやっていきたいと思います。で、まず試合内容に入っていく前に、今日背景変わってまして、こちらのユニフォーム2着が背景に変わっているんですけども、こちらはですね、僕がブラジルにいた時のチームのユニフォームで、僕がいたチームはヒオブランコっていうクラブの名前で、ヒオブランコっていうのは白い革っていう、で、まあ白いシャツがホームのユニフォームなんですけれども、後ろ面はこんな感じで、で、こちらアウェーですね、黒金でこんな感じになってます。僕のアイデンティティとなるサッカークラブのユニフォームをこちらに、まあ今治もそうですし、飾っていこうかなと思っています。はい、で、早速振り返りやっていくんですけれども、まあ残念ながら0対1完封負けしてしまったので、まあ今回マリノス貯金もないですし、まあなかなか攻めていて、なんで勝てなかったのかなっていうところを、ちょっと細かいところ、細かい技術を解説していきたいんですけども、今日はシュート数も20本ありまして、そのうち決定機6本、ビッグチャンスたくさんあったのに、なんで勝てなかったのかなっていうのを、今日はボールを使って解説やっていきたいと思います。はい、それでですね、まず大前提として、マリノスのアタッキングフットボールはパスサッカーで、まあそのパスで攻撃を組み立てていくんですけれども、こちらのパスサッカーっていうのはですね、まあ動画の中で何回も言っているんですけれども、速いいいテンポでパスを回すことによって、攻撃を連続して仕掛けることによって、相手に疲れが出てきて守備いけなくなって、攻撃ゴールが決まるっていうのが一つあるんですけれども、その攻撃を加速させる上で、そのタッチもったいなかったなっていうのを今回は解説していきたいと思います。で、僕が一番気になったのはティーラトン選手のトラップとパスなんですけれども、まあパスはですね、本当にちょっと残念というか、もったいないパスが結構ありまして、あのティーラトン選手のパス、こういうパス結構出てたんですけれども、これがですね、外向きのパスが結構多くて、外に向いたパスって相手はボールごと押し出せばいいので、すごく守備しやすくて、これがね、もうちょい内側だったらボール受けた選手ゴールに向かってプレーできるんですけど、まあ、こういうパスの残念さっていうのは今回の試合は結構際立っていたかなと思います。あとはですね、受け手に何を求めているかわからない強さのパス、強いパス出してこういうメッセージとか、弱いパス出してこういうメッセージとか、そういうのがあるんですけども、全くそういうの感じられなかったです。で、今回はですね、一番の問題点のトラップなどのところをちょっとやっていきたいと思います。ティーラトンのよくあるトラップが、はい、ボールちょうだい、こう後ろにこう引っ張って止めるので、重心後ろになっちゃうから次の一歩が前に出ません。なので前線の受け手の選手がボールをいい状態で受けたくても、そのタイミングでやっぱ持ち直してから蹴んなきゃいけないので、ワンテンポどうしても遅れてしまいます。このトラップをこう前に置けば、次のパスがこんな感じで前に出せて、さらに攻撃加速できたんですが、ティーラトンのトラップはちょうだい、だいたいこうやって止める。で、このトラップするときどうするかっていうと、前からプレッシャーが、いいプレッシャーが来てて、相手とボールの間に体を入れてボールキープするときに使うんですけども、ティーラトン選手はだいたい左の後ろにボールをトラップするのがよくあるトラップなので、横向きの方が分かりやすいかな。ボールちょうだい、この真正面に止めるか、自分の体の外側に止めるかで、プレーの選択肢って変わってくるので、で、本当に外側にこう止めることが多くて、なので、タッチライン際に流れてしまうパスが結構多いと思うんですけども、これが内側に止めてあると、センターフォワードまで見れて、攻撃をさらに加速できるんですけれども、こうやって体のどっち側に止めるか、ゴール向かって止めるか、外側向いて止めるか、まあ相手の状況でその判断は変わると思うんですけれども、それがゴール向いていれば選択肢はもちろん増えますし、外に向いちゃえば相手は守備しやすいので、そこのトラップが良ければ攻撃が加速したんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、まあトラップをどこに止めるかっていう、今ちょっとやってみたんですけど、まあ手で持つと、ここに止めるのか、ここに止めるのか、ここに止めるのか、まあこの距離感って結構大事で、まあ元日本代表の内田篤人選手なんかはトラップの位置がいいと言われていて、まあそれは本当にゴールに向いてトラップしているので、もちろん逆サイドまで見えるし、前線の選手見えるので、選択肢がすごく広がるし、次のプレーにスムーズに移れるので、攻撃を活性化させることができる。レイソル戦はですね、本当にすごくいい攻撃があったんですけれども、そこのトラップだけがもうちょっともったいなかったかなと思います。で、あともう一個やりがちなのが、このボールが停止した状態でこうやって、パスコースをこう探す。これすごいやりがちなんですが、で、これって相手の守備する人すごい楽で、ボールが動かないことには守備って、そんなにやることないんですよ。このボールがちょっと動いていると、相手もしっかりそれに対応するためにスライドしなきゃいけないんですけども、このボール停止した状態でこう、パスコースないかな、パスコース走んないかなってやってると、やっぱり攻撃停滞してしまうので、相手の守備を崩すのちょっと難しいなっていうのがあります。
多分よく見ると思うんですけれども、これって前違う動画でも喋ったんですけれども、パスコースないんだったら一旦預けて視線を変えて、でその人が走り込むのを待つとか、そういう風にしていかないと、いい守備って崩せないので、まあ、J リーグでもいい守備築いてるのはレイソルもそうだし、セレッソとか、その、守備に特徴を持っているチームって、守るためのロジックがあるので、攻撃停滞してしまうと、やっぱ、スッと守れてしまうので、これがある限り、やっぱ攻撃力の活性化っていうのはちょっと難しいかなと思います。まあ、ただ、本当にレイソル戦は、キムスンギュ選手のスーパーセーブ連発したので、まあ、普通入るだろうっていうゴールが何本もあったんですけれども、まあ、この試合見ててめちゃくちゃ悔しい思いはしたんですけれども、やっぱりまあどう考えても素直に負けを受け入れるしかないなっていう、キムスンギュ選手すげえなっていう試合だったのかなと思います。はい、今回の動画はですね、攻撃すごく良かったんですけれども、点取れていない、そこで改善点どこだっていうところで、まあ攻撃を活性化させる方法を一つ気になった、そのティーラトン選手のボールの受け方、トラップの置く位置っていうところに注目して解説してみました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャオ。